まず面の向きとお腹の向き、これをしっかり前に向けた状態で行っていただきたいと思っております。ご覧いただくとですね、ここになります。右半分。この構えた形がすでにまっすぐしているわけです。まっすぐしている一つの基準としてはへその向きですね。で、目の向きですね。で、そこに手が乗ってくる。上の手は胸の高さでまっすぐ前。下の手はやはり、お腹の高さ。これもまっすぐ前に。後ろ足の向きは、このように横向きになるわけです。これ注意してください。前足の向きと後ろ足の向き。そして、構えたら前膝を軽く曲げていくんですね。これで構えたらです。この体勢を維持したまま、足の形が特にこのままの状態で、へその向きをまっすぐ前にした状態で前足からの前進で、